こんにちは、ウルです。今回も青鬼2やっていきましょう。前回ここに着いたところで動画終わったんで、どうしよう。右側から行こう。レッツゴー。怖いんですけども、なんかこれ何電卓みたいな。ここが開くようになるのか。引き出しが開かないの、ここについてるの独特。普通、ここのなんかサイドについてるやろ。まあ、ええでしょう。まあ、余裕してやりましょう、今回は。じゃあ、こっち行こうか。怖い。嫌だ。左から行きます。やだ。いや、前から行きます。なんであんなちょっと紫青鬼リスペクトみたいな、なんだこれ、なんか順番がここに書かれてるとかなんかそういう感じ。音楽体育、サイエンス算数図工、わかんない。とりあえずこれ取るか。電池のない時代を感じる。今のスマホじゃない。もうすごい前に作られたのか、このゲームは。もしかして、それか青鬼の時代もいつまでも止まってるよみたいな。そのあー、結構スルーできるんだこれ。オッケー、じゃあ右側じゃない、左側の部屋入ろう。次こっち入って、これだね。これが何かですよ、これ。これをなんかいい具合によっこいしょしそうだけど、ここ開いてお願い。じゃあこれで謎解かなきゃいけないと。これで謎を解く。待って、時間割表。うん、多分順番で押すんだけど、何曜日のをやるかだよね。これに書いてるとか。うわ、青に新聞に載ってんじゃん。え？なんて書いてる？田辺新聞までしか読めないけど、洋館から逃げ出した怪物、なんか、どっから発見されるみたいな。今、世界でとんでもないことになってんじゃない？青鬼が逃げ惑ってるみたいな。うわ、やばい、これはとんでもないことになっちまったようだな。ん？右側に部屋ない？なんか。あれ？もしかしてここに？ないのかい？なんこのなんか謎の凹凸の凹かとつかわからんけど、それは何？時間割の順番がわからん。すいません、時間割の他なんかアイテム持ってた。やばだ、なんかあるっけ。携帯、電池がいるのか。電池をゲットしてそこからみたいな感じか。これは、おっと、木があるけど、いや、木があるけど、それが何なんですか？なんか使うのか？青白いレンズで覗いたらみたいな。ないか。青白いレンズはもう何も使わないのかい？なんだろう？わかんない！わかんない！の窓が見えた。ってことは、ふわって解放されてますけど？あれ、いつの間に？いつの間にチャンネル始まってるよ、完全に。いや、もう来ないで、もう。いやあ、バカやで、あいつが。いや、セーフ。あぶね。ふわっき解放され、何今の音、すっごい音鳴らなかった今。怖いよ。オッケー、気のせいか。よし、じゃあ戻ろう。他にもなんかどっか窓が覗ける部屋があるのか？もしかして。もしかしてだけど、さあ、窓ないやん。窓ないやん。じゃ、こっちにあるのか、窓、まだ。あるある。2本。汚ねえ！めっちゃカビ取る！もう雪国みたいな。お、なんか木成長してるけど。これ汚れ取るアイテムみたいな。新聞紙で無理やりみたいな。あー、いける。いや、盛りだくさん太郎ね、急に。じゃあこれ順番にあそこに打つのかな。ここが1本、1、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、8、1、2、8、2、1、2、8、2、1、2、8、2だこれ多分。おそらく1282。オッケー！
来た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 。携帯バッテリー、携帯バッテリー。バッテリーを詰め込め、よし。フライデー、金曜です。今日金曜なんで、金曜、まあいいや。とりあえずあっちまで行こう。今はわからん。金曜だから多分金曜のやつを使うんだと思う。絶対そう。で、ここでまず順番を見ます。体育図工、田塚をさ、いきます。田塚をさ、田塚をさ、お、完全覚えた。逆 Z みたいな。逆 Z ね、オッケー、逆 Z。いきます。逆 Z をいけー逆 Z を、よーい来た。さあ、どこかの扉。あっちか。お前大丈夫か？ OK。ここ開いてたっけ？あれ？こんな部屋あったっけ？さっきまで。あれ？覚えてねえわ。まあ、いいや。ライターオイル。ライターオイル、じゃあライターに入れて。あそこ黒いところ行けるようになるんじゃない？暗い部屋あったよね、一個。他にはないんですか？これ。ライターオイルだけ？ライターオイルだけか。まあまあいいでしょう。とりあえずライターオイルが開いたってことは、あそこのなんかめっちゃ暗かった部屋行けるようになってる。多分ここの隣の部屋かな。いや、怖い。セーブしよう。セーブ。さ。なんか今のところなんか面白いこと何も言えてないけど大丈夫ですか？よし、じゃあこっちか。ここでライターオイル。オイルライター。逆だった。いや、ここにあるやんけ。いや、何のためにつけたんですか、今。あ、これ全部、四つ角つけて解放みたいな。いや、これ青鬼急に出てきたら本当に怖いからやめてほしい。お願いします。青鬼だけは出てこんといてくださいよ。オッケー。さあ。いや、この四つつけた瞬間急に明るくなるのよくわからん。なんかさ、三つつけてたらもう大体明るくなるやろ。その最後の一つどんだけ絶大な力あったんですかって思っちゃうんですけど、僕は。え、これ何？は？何この部屋？何のためにやるんですかこれ。え、これ何のためにやるのこれ。え、何の部屋これ。え、なんかあるっけ。え、何もない。え、なんで消えたの。え、なんで怖い。一回出よう。落ち着きます。うわぁ！冷や汗スカイダイビング。さあ、もうさっきと同じことやるよ、もう。マジびっくりした。もう、ほっとりもう、すっごい汗出たわ、今。あれ、たまたま？いや、仕組まれてる、あれ。仕組まれた子供、エヴァンゲリオン。もう、どっち？怖い。しかも、あれ、急に消えたの何？ここらにあったよな。いや、ない！なんでこれ、一回アイテム欄開いたら出てくるの。なんでこれ消えんの。木のかけら、しょうもねえもの渡してんじゃねえぞ。じゃあ、ここちょっと怖い。もう、ちゃ、バカバカ。もう、すごい恐怖症。もう、いや、シャインプライズセントラル、ありがとう。怖い。いきます。いや、もうたまたまかい。もう、めちゃめちゃすごいタイミングで来たな、じゃあ。これ何よ、これ。木のかけら。綺麗にヤスリがかけられている。なんか絶妙にそこ角切れてんのめっちゃ気になる。いや、これゲットしたところでじゃない？これゲットして何なのこの後。なんも、だってここ開いてないっしょ。え、何すんのこの後。もうなんもねえ。なんかあるか？木燃やす？いや、もう燃やさないでしょ、さすがに。え？何をするの？わかんない。じゃあ、戻る？なんか、どっか戻ったらなんかある？ちょっと戻りながらなんか、ああ、これはこうでしたね、みたいな振り返りみたいになる。なんかあったっけ？なんもない。これ何？いやー！
いや、ある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 。ここにはめろと言わんばかりの。ここにはめろと言わんばかりの。最上階？いいのかい？最上階にもう行けちゃって。なんかすごい、扉の音今までなんかすごいでかくなかった。気のせい。最上階行っていいのかい？本当に？行かせていただくよ、それだったら。図体にもう。最上階、あそこか？え、怖い！セーブします、ここで。多分ね、青鬼、ボス戦みたいになると思う、僕の予想。もうそろそろ終わるでしょ、だって。もうだいぶ後半戦まで来てるともう思うよ。正直言わせていただくと。うーわ、怖え！何この部屋？作ったやつバカだろ、これ。うわ、拓郎。無事だったか？この上屋上でしょうか？あ、下には出口がなかったし、こっちを探すしかない。行ってみるか。こいつ本当にこいつ青鬼だろ絶対。もう思うんですけど。これ絶対青鬼なんだけど。いやもう青鬼だろお前、もう絶対もう青鬼上がってる。もうどうせ青鬼なんだろお前、いつも青鬼になるやんだってもう。はい。開きかけの扉が歪んで開けられなくなってる。は？何の音？お前これ、メニュー欄開いてお前、たけしじゃない。メニュー欄開いてお前、拓郎鬼だったらマジ許さんぞこれ。いやもう読めてったよ。どういう授業ポケットモンスターの始まりこれ。これ引き連れていくの？いやなんでいや絶対バグってる、これバグってるでしょ絶対。いや、拓郎、お前、青鬼やねん。いや、拓郎、お前、リージョンフォルム？いや、これ、もともとこんな顔でした、みたいな。裏の姿みたいなだけ？これ、青鬼じゃないの？本当は。いや、名前、拓郎だもんな、だって。で、レベル1、正常って書いてあるもん。いや、こいつ、普通だわ。いや、急に、なんか、老けただけで、こいつ、普通だわ、多分。開きかけ、バール。拓郎？このタイミング絶対今じゃない。いや絶対今じゃないからね。さっきだって仲良く一緒に遊んでたもん。一緒にポケットモンスター始めようみたいな、俺青買うからお前赤なみたいな会話してたやん。いや待って、いやちょわけわかんないこのタイミング。どういう、いやお前多分ラスボスだからこいつは走りで逃げ切ってみせる。うわ早いな。バグあれ、バールするときに出てくんのあれ、何あれ、なんだったのあれ。もうよくわかんない。もういいや。もうわかんないけど、なんか開いたからいいや。で、行く前に怖いからセーブします。これバグったのかな？よくわかんない状況になったんだけど。お。赤い玉。いや、まだ続くの？スイッチだが、動作していないようだ。これは？金具！いや、後ろになんか、待ってましたみたいな感じで来るな、バカ。屋上編もこれまだ続くな、さては。いやー、もう嫌だ。もう終われ。もうそろそろ。長いわ、青鬼。バカ。いつまで続くんじゃ、このゲーム。長いねん。よし。さあ、あっちまで持って、金具。あれ、スイッチか。スイッチの金具かな、爆破用、ペンってやるみたいな。ああいう感じのやつか。よし、じゃあ戻って。でこれスイッチどこにつけるのかみたいなところあるけどね。やばい。ここ入れる？お、入れるやん。なんかある？いや、なんかはあるんだろうけど。なんもねえか？来た。怖いけど行くか。おっと。あ、これ赤いボタンここにつけんじゃない？うわ、そんな軽々しくボタン押すんじゃ爆発するかもしれんだろ。やりすぎ。いや、これ上の何これ、上のなんか、なんだろうこれ。はい。引きたい。いやー、引かせてください。これめっちゃ引きたいわ。これは引きたい。もう、あのボタンは怖いけど、あれは引きたい。いや、左側から行きたか。いやーだー。もういいや。で、これは金庫？いや、これ何これ、いや、これ絶対普通なんかあるやろ、これ。これ何反応しないから何もないのか。鍵がかかってる。いや、絶対あるやろ、これ。じゃあ。
なんか謎解くやつやろこれ絶対。もういいやもう分かんない。でこれは青青赤赤赤黄青赤、これ絶対あのボタンやん。もう分かりやす。おーかかか黄おかき、よし行きます。ここはよし、もう今ので覚えられたとは正直思わんけど、努力と成果でいきます。もう忘れた。なんだっけ。おーおー赤赤赤黄おーか、いやーもうもう、いやーもうちょっと真面目に覚えるんだった。今大反省中。これからこの子は伸びるよ。もう待って、どうしよう、もう一回見よう、もう一回見てちゃんと覚えます。ここで、あ黄色か、あ最後の一個だけ間違えたわ。じゃあいける、最後の一個が黄色ね。 OK、 じゃあそれだけ覚えたらもういけるわ。おー、いや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 、やあーやばい、もう忘れた、やばい、なんだっけ、もうもうやばい、や青青青、おーおーかーかーかーきーキーオーキー、よーし、秘密の鍵、秘密の鍵、これはすっごいものを手に入れましたね。秘密の鍵はやばいよ。いや怖い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 、セーブはこまめに。さあもうラストステージみたいなところあるでしょ。もう逃げ切るでしょ。このパートでもう絶対ここかな、もう絶対逃げ切りたいもん。だって終わりたい早く。ここじゃねえの、どこ、え、じゃあどここれ、え、あ、こっちか、こっちか、こっちか、ここだ、ここだ。うわ、スタードライク、ここからヒロシのアイドル人生が始まるんだろうね。何これ、うん、うん、ちょっと上に上がってる、うん、下上下がどうした、え、なんか持ってる、ジャイ、下上下、金具、下上下、いや別にこっちからとは限らんしな。しかもなんだろうこれ、上っていうより真ん中っぽい気もするけど、なんだこれ、なんだこれ、こうわからん、実にわかりません。もうヒントないですか？で、ここじゃないの？え、なおさらわからん。こう反応しないんだよな、これ。え、なんか音消えたんですけど。ああ。なんだろう、これ、わからん。サイト見るか？これ。なんだ？わかんないよ。あ、レバー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 。レバーがあるやん。愛しのレバー。あ、マイナスドライバーある、マイナスドライバー。マイナスドライバーだ。マイナスドライバー、レバー、おお、あー、なるほど、あそこ、レバーつけるんだ。レバーつけるところか、あれ。わかったわ。今やっとわかった。ここレバーだ。ここレバーね。あ、じゃあ、ちょっと、レバーをつける。何かが作動した、大丈夫？何が？え？いやー、なんや、いいのこれ、下上下、え、むずむずむずむむず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 めちゃむず、これなんか下に左にあるな、これなんだ、これ左のやつ、これ何？あー、なんか違う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 。え？下上下なんだな、やっぱり。え？ん？全スイッチをやるのか。サイト見る。いや、もう、マジでわからん。マジでわからん。これ何？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 これもうわからん。サイト見る？サイト見てもいい？許してください。いや、もうわかんない。もう僕バカだからよ。はは、待って。え？
ちょっと待って、これ今ちょっとサイト見てみたんですけど、青白いレンズ、いやもうわからん、わからんよこれは、これだけはわからん、もうこれをまた使うとは思わん、どう考えても思う、いやでももうまあずっとあったからもう使うかもわかるけど、いやわからん、これはわかりません、すみません、これ下の何、これ何下の、上下、オッケー、じゃあ覚えた覚えた、いや忘れた、いやどうだっけ、これがとりあえず上だな、これは上で、これとこれ下で、どうだっけ、これが下かな、あれこうじゃなかったっけ、あーちゃさっとっとい、あ逆だ、あそここっちがこっちとこっち右左逆だ、これで、え、え違う、んあれ下のやつも関係してるか、下のやつ関係してんの、あれ下の何、まずそもそもここは完璧よ、ここは上上下、あれか3つだから、これこれなんか変更みたいなのできないの、これこれなんかできないの、これえ、金具か金具使ってないよね、何金具、ここ、こっち側、つじまった、もうわからない、もうやっていけねえ、これもうどうしたらいいのこれ待って、わかんねえ、わかんないよ、なんか今攻略のやつ見たらなんか書いてっけど、書いてっけどその攻略に書いてることさえもわからん、なんて書いてんだこれ、真ん中にスイッチがないのでガガガガってヒントを動かします、だってシルカーホーどうやってやるんや、いや、いやー、くそ、ここが、ここで金具。で、嘘つけ、どうすんじゃ、こっちか、こっちから金具。おーよいよい、あ、こっちか。あ、こっちだ、こっち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 。普通に考えてこっちやる、どう考えてもバカ。もうわからん、いや、わからんわからんわからん、どうぞ、どうすんの、これだって、真ん中。あ、こっちか。こっちだ、こっちを上に上げたいんですよ、僕は。なんで、なんで真ん中にスイッチが金具どうやるのこれ、え、ちょ水タンクにあるヒント、屋上左上のスイッチ、奥の石が真ん中のスイッチがないので金具を使ってからヒント通りに動かします、うん、だからできないんだけど、え、あ、赤の、あれ赤とかのボタン関係ある、もしかしてあそこ押したら上にスタンドアップみたいな、そんな関係ある、関係あるかもしれん、これ関係あるな、これ多分、いや関係あるわ、これ多分、おそらくきっと、じゃあいや押せん押せん押せん、じゃあ関係ないやん、わからん、なんで攻略見てんのにわからんのはなぜ、どういうことこれ、これ左のやつ何よこれ、どうやって動かすのこれ、動かし方教えて、動かし方教えてよ、これかな、機械取り付けるって言ってんじゃん、取り付けろや、サイドアタック、なんで、何これ、もうやばい、真ん中に水準、いやーやったー、あったーあったー、いや、これかい、これここの絶妙な位置でやるかい、なるほど、いやこれ、いやーバカだねー、よしこれで OK か、
下、上、あ、いや、あ、これももうちょっと上か。おが、来た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 。怖い、セブン。もうすっごいグダグダ、もう汗やばい、もう。パーカー着てるからか、もうそれが 100% の理由だわ、行きましょう。服がなかった。で、ここか、ここだな、多分。いや、なんか行き方が思ってたのと違うけど。レッツゴー。さあ、うわ、怖っ。え、なにこれ、なにこれ、無限つくよみ、これなに、これなにヒントがなんかもう、上、左、魔王にとの、これ、新しい遊び、さあ、チキンレース、さあ、どっちが死ぬか生きるか、どちらだい、なにこれ、このゲーム、なに、いやー、待って、あの時脱出させてしまった鬼たちが、すごいことになってるけど、いや、こっち、右、左、左右、ごめん、いやー、いや、つみくん。さあ、ここまで戻ってきました。じゃあ、行きましょう。あれ、見たいんだよな、これ。僕。ここ見たいのよ。あ、ルートこれ。じゃあ、あ、これ、来ました。これ、絶対、青白いレンズ。万能、なんとなくわかる。なんとなくね。こう、今落とした気のせいか。下、よい、オッケー、わかった。多分わかる。この、秀才と呼ばれたウルの力を見せつけます。でも、ここでちょっと遊びたい。これ何なのこれ。この遊びは何、これをく、何かを言え。とりあえず、右まで行きます。右まで行って、なんかちょっとずつ左で下がっていく。それだな。これでいける。なんかこれもうラスボスなんじゃない、こう終わりそう、なんか。終わりそうじゃない、なんか。すっごい。終わりそうだよ。で、どうだっけ、あ、忘れたわ。下、多分下。うわ、栄光のロード来た。逃げろ。ん？なんだここは。え、外出たのこれ。あ。え、終わりこれ。本当に？なんだ？お、なんかちょっと綺麗になってる画質。美しいヒロシ。いや、逃げろ。いや、そんな見てる暇ないやろ。お前もう友達おらんのやつ、誰も。うわぁ、にょっこり。ああ、こいつもバカだ。なんで左だけ見たんだ、あいつ。無我夢中で走っているうちに街に出た。化け物はもう追ってきてはいなかった。その日の出来事は僕は誰にも話していない。だから俺たち今も行方不明のままだ。いや、お前死んだところ見たやろ、みんなの。あ、ゲームオーバーかと思った。ゲームクリアー、やったー。スコアはもうランク S だ。 SSS ぐらい。 B 微妙。チャンネル登録をめちゃんこしてほしい。